おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回ね、何をやっていくかっていったお話なんですけれども、新選手ですね。アップデートの時に追加された新選手、来ております。こちらの選手をね、しっかり見て、誰が強いのかね、見てから、新特徴とかもね、すべてしっかり見てから、実際にねガチャ引いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ってことで早速アップデートの方から行くんですが、まずはですね、やっぱり今回アップデートしてね追加された選手たちの中での一番の目玉はハリー・ケインではないでしょうか。いや、まあ目玉かどうかわからないんですけれども、このテントリアね、シュートスキルとヘディングスキルの発動率を上昇させる新たな特徴、テントリアといったところで、以前もねご紹介させていただいたんですけれども、ディフェンスのねボールリーパーと同じですよね。タックル、パスカットの両方が上がるボールリーパーと同じ特徴であるテントリアと、これは嬉しいですよね。さらに今回でね、追加されたカゼミロなんですけれども、以前まではねクラッシャーだったカゼミロがダイナモになっておりまして、モドリッチがね持っているのと同じスパイダーマーク保持しております。同じようにレオナルド・ボヌッチに関してはデストロイタックル、フィルビルイスに関してはですね、特に新しいところはないんですが、ただ単にね星5レフトサイドバッククロサーというだけで、一つね目ぼしいものではないでしょうか。さらに今回通常枠の星5出現確率 7%、得点付きスカウトとして星5ステップアップだったりね、星5確定スカウトチケット等もついてくるといったところで、かなりね豪華なガチャになっております。通常 7% っていうのが嬉しいですよね。ってことで早速一人ずつ選手を見ていこうかなと思います。さあ見ていきましょう。こちらですね、まずはステップアップの方から、現在ステップ1なので補充確率が 10%、 ステップ2で20、ステップ4で30、ステップ6で1名確定、7で58で70、ステップ10で新補充後1名確定となっております。で、ステップ5と9でそれぞれあれですね、覚醒素材が手に入りますね。でステップ3で星5確定チケットと、これはいいですね。さあじゃあ見ていきましょう。おっと、星4選手も大幅に追加されていますね。結構ね18、19シーズンの選手を進化させるだけでも十分強いので、ちょっと話がそれるんですが、例えばですね、こちらカルロス・ベラー18、19シーズンの選手なんですけれども、総合値5771もあるんですよね。遺跡特君では野生の嗅覚と決定力でね、ABBB と結構いいのがついているとはいえ、星4選手進化で5771と、純正星5のね、初期星5の、無強化ですか、強化なしよりも強いっていうね、結構すごい数値に星4進化がなってきているのでですね、シリグとかもゴールキーパーで5400と、ナバスがね6000なので結構やっぱり近づかれてますよね、やっぱりね。っていうのがある中で、星4選手がね多く追加されたので、自分の好きな選手とかでね星4が来ている人なんかはね、結構その狙って進化させたら好きな選手が使えるんじゃないかなと思います。私で言ったらですね、例えばバスドストとか結構好きですね。バスドストとか、あとはセルヒオ・ロメロも結構好きですしっていうところがあるのでね、星4追加も、あんまりねちょっと今回性能の方までは紹介していかないんですけれども、欲しい選手がいる方なんかね、ぜひぜひガチャ引いてみてはいかがでしょうか。ってことでまずはハリー・ケイン、18、19シーズンイングランド、総合値9756と、高い方ですね。プレースタイルはザ・レーンの騎士といったところで、ポストプレイヤー、中央突破大舞台に強い根性、テントリア、根性に大舞台に強いと、正直大舞台に強いはね結構微妙な特徴かなと個人的には思うんですけれども、どうなんでしょうね、この決勝戦やのこの決勝戦ってもしかしたら SWCC のベスト16とかですね、影響するのかなとかって思ってちょっと気になるところなんですけれども、とりあえずハリーケインですね。だから根性とスタミナが減っても能力がとても落ちにくい、これも結構嬉しいところですよね。新しく追加されたチッチ監督が、よりスタミナをねダウンさせる能力を持っていますので、その中でね能力がとても落ちにくいっていうのが一個あるのとないのじゃね結構変わってくるのではないかなと思います。そして何よりもねこちらですね、ランク S のテントリア、シュート&ヘディングスキルの発動率が大アップすると、シュートとヘディングをそれぞれ混ぜたようなね特徴となっております。
まあ何回も言うんですけれども、ボールリーバーのフォワード版といったところで本当にね、優秀な特徴になっておりますので、これがあるだけでね、結構本当にあの次につけるね、スキル特徴の幅が自由になってくるんじゃないかなと。例えば、これが野生の嗅覚でしたら、ヘディングもねつけたいと思ったら、野生の嗅覚エアコマンダーだったところが、テントリア野生の嗅覚ってね、よりシュートヘディングどっちかにね寄せれるけれども、もう一つもちゃんとカバーできるといったところで、かなりいい特徴ではないかなと思います。スキルの方はパワフルシュート、ジャンピングヘッドといったところで、まあね、ぶっ壊れた特徴自体は持っていない、ぶっ壊れたスキル自体は持っていないんですけれども、まあね、いらないなみたいな方なんかはスタミナダウンのね、あのシュートをこのハリケーンにつけちゃってもいいんじゃないかなと思うぐらい、この特徴優秀ですよね。他のね、まあ、やっぱり大舞台に強いだったりね、5つの牌ではなくて根性といったところが若干ちょっと落ちちゃってるのかなと、思わざるは得ないんですけれども、まあ、それでも十分すぎるぐらい優秀な選手となっております。私結構ねケイン好きなのですごい欲しいですね。私結構好きな選手ばっかりなんですよね。カゼミロ、フェルペルイス、ボヌッチね。カゼミーロ今回はダイナモ系統となっておりまして、ハリケーンに並ぶぐらいのねぶっ壊れ性能を誇っております。総合値9781もねもちろんいい数値なんですけれども、見てほしいのはこの特徴、中央突破はまあ置いておいて、強肩5つの牌、カットマン、まあ、カットハンマーも置いておくんですが、強肩と5つの牌、さらにですねカゼミーロスパイダーマーク持ちなんですよ。いやーこれいいですよね。まあ、ただこの問題はこのスパイダーマークって言ったのが、まあ正直その特徴で上げれない、特徴でマークのねスキル発動率台が今のところないので、スパイダーマークの特徴ちょっと上げれないのが残念かなと思うんですけれども、まあそれでもスパイダーマーク持ち、マークが特大アップするってやつですね。でサブスキルとしては、ダッシュパスカットとなっております。スパイダーマークはスタミナダウンスキルじゃなかったっけ。ないみたいですね、普通のスキル。まあっていったところではあるんですが、やはり強肩5つの牌、これがいいですよね。なかなかこの2つ以上の特徴って多分ないので、組み合わせとしてもですね、強肩5つの牌持ちで、まあ、これでここボールリーパーとかだったら、もうこのカゼミロに全スタミナダウンスキル突っ込んでみたいな感じでよかったんですけど、これでもね、全然このカゼミロに全スタミナダウンスキル突っ込めってぐらいの強さではあるんですが、本当に優秀な選手となっております。さあお次がフェルペルイスですね。こちら特に特筆することはないんですけれども、特徴はね、ガラスの左足にフィジカルといったところで、これも十分優秀な特徴となっております。まあプレースタイルクロサーがあるのもねいいところっていうか、まあレフトサイドバックのクロサーがいないんでね、今のところね、いたかもしれないんですが、ちょっと私の記憶にはないので、いやここフェルベルイス一人欲しいよね、っていうところですよね。私ライトサイドバックのクロサー二人いるんで、ちょっとどっちかフェルベルイスと交換したい次第でございます。彼の最後はボヌッチですね。こちら特徴に関してはね、連携タフガイと、まあまあまあって感じ。プレースタイルもねディフェンスリーダーですし、特徴も強奪者なんですが、まあ、スキルでねデストロイタックルついているので、まあ、ボヌッチねいると、まあスタミナダウンスキル、スタミナダウンスキル一つね、増えるといったところで、ボヌッチもね優秀となっておりまして、今回のね星5選手全員当たり、ワンチャン10連してね1名確定まで行きたいぐらい、みんないい選手たちとなっております。控えの方で言ったらキエリーニとか欲しいですよね。キエリーニ欲しいな。キエリーニ、ボヌッチのねセンターバックコンビとかやりたいですよね。ってことで、まあとりあえず新選手狙いつつ、あとはベンゼマとかね、ルカク、ベンゼマ、ルカク、コバチッチ、アセンシオは、アセンシオも欲しいですね。コバチッチにアセンシオ、あとはフェルナンジーニョ、クアドラード、ダビド・ルイスぐらいかな。あとホセマリア・ヒメネスは、あ、じゃあ持ってるわこれは。ってことで、そろそろね私のところにもいい選手一人ぐらい来てもいいんじゃないかなと思うところでやっていきましょう。最近ちょっとねガチャ運があんまりよろしくないので、ここで一発ね逆転しておきたいところでございます。さあ一人目、ケイン・ウィルソンね。全然知らない。星3星4でもいいので、インターナショナルカップのね、クリアしていない、おーっと言っとったらパオロ・ウルタド、これ持ってる俺、持ってなかったらめっちゃ嬉しい。ペルーの OMF、 ただペルーの OMF 1人いたんですよね。星4はいらない。
ペルーの OMF 一人いたんだけどな、それが被られたら強いな。マチュイディですね。マチュイディは結構選手としては好きなんですけどね。あれってかマチュイディ星5いなかったっけ。さあウィル・ヒューズ、マチュイディなんかもしも星5今いないんだったら全然ね星5になってもいいぐらい強いですよね。さあまた星4ですね。いやちょっとねそろそろうわーっていう星5が欲しい。シリベ、シリベって今どこで、おちょっと星4めっちゃ来るけど星5がいいんだよな実はな。さあセフェロビッチ、スイスはねインターナショナルカップないんですよね。結構意外なんですけど私個人的にもね、スイスあってもいいんじゃないかなとかって思ったりするんですが、レジェンド選手がね用意できないからとかって理由なんですかね。ノルウェー、さあ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  10% ですよ。10連だから1人くらい来てもいいんじゃない。来い来い。あー星3、あルールマ、いやちゃうねん、いらんねん、来い。ちょっと最近ガチャ運がない気がするんだよな。まあ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 いいでしょう。おっとウルタド持ってなかった。まあギリよしとしましょうかね。ここでまあペルーのね OMF が手に入ったので、ちょっとねほんと最近あんまりついてないのでここでね、ちょっとガチャしっかり回してもいいかなと。今回はですね選手が強いだけじゃなくて私の好きな選手結構来ちゃってるんですよね。ケイン、カゼミロ本当に欲しい。ボヌッチよりはケリーの方が好きかな。そうですね、フェルペルイスは正直そんなにうわフェルペルイスって感じではないので、ちょっとハリーケイン、カゼミロあたりが欲しいですね。ってことで、またちょっとね、GB とかもね見ながら弾いていこうと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。